切り口の美学。日本人ほど食べ物の切り口を大切にする民族はないのではないか、などと他の民族の切り口に関する成功などまるで知らないくせに、こう言い切る度胸がないとこの商売はやっていけません、などと言い訳しつつ、そのことを既成事実として話を進めていくずうずうしさがないとこの商売は難しいです。日本人が愛好する切断面の代表は金太郎飴だ。金太郎飴は飴でありながら、その味のことをうんぬんする人は一人もいない。金太郎飴は切断面のみで商売している。切断面の目、鼻、口、眉が整然としていると、整然としていると賛美し、少しでも歪んでいると歪んでいるとこき下ろす。味に関しては誰も一言も言わない。切断面を眺めた後はもうしゃぶるのも面倒、そして迷惑、捨てるわけにもいかないので仕方なくしゃぶるというのが実情だ。ナルトも切り口のみの商売だ。どこそこのナルトはうまいというような話は聞いたことがない。ラーメンなんかに入っていても食べる人は少ない。ナルトは切る角度が大切で、垂直に切ると形も小さくて寂しく、ケチ臭いラーメンという印象を与える。逆にうんと斜めに切って切り口を長くすると、なんだか全体が間延びしたラーメンに見える。ナルトの切り方一つでラーメン全体の印象が変わってくるのだ。かまぼこの切り口はナルトのような模様も何もなくて、ただ白いだけなのに、なんだか興味をそそられる。切り口を見るともなく見ながら食べる。包丁のほんの微細な刃のこぼれや歪みが白い表面にわずかな傷のような筋を残す。その筋がなんだか好ましい。このようにして切れていったんだなという切れていく経過がまざまざと目に見える。料理人によっては切っていく途中で刃先を小刻みに動かして微妙な波形を残す人もいる。切り口を大切にしている日本人ならではの小技といえる。そしてこの波形の溝はすべすべして絡みづらい醤油の絡みを良くする働きもあるのだ。果物や野菜は包丁の鉄の味を残してはいけないというが、かまぼこには不思議に鉄の味が似合う。羊羹の切り口もなんだか見逃せない。なんとなく盗み見てしまう。特に何がどうなっているというわけではないのだが、刃物が通過していった後、ふーん、そういうふうに刃物が通過していったのね、そうなんだ、と妙に納得させられる。こんなにもみっしりした小豆の層に切り込んでいった刃の跡が妙に生々しく感じられる。羊羹の切り口よりも水羊羹の切り口の方がより魅力的だ。水分が多い分だけ切り口が光に映えるせいかもしれない。だが水分だけの問題ではなくて、通過する刃の速度も関係あるような気がする。ここでかまぼこ、羊羹、水羊羹の刃先が通過する速度というものを考えてみたい。刃先が通過する速度は水羊羹、羊羹、かまぼこの順ということになる。すなわち刃先が通過する速度が速ければ速いほど切り口は魅力に満ちてくるのだ。居合抜きで切った竹の斜めの切り口を考えていただきたい。なぜかはわからないが、あの斜めの切り口は誰もが惚れ惚れと見とれてしまうような魅力に満ちている。切り口のどの部分にも迷いが感じられず、速度だけが感じられる。その速度の後は
いつまで見ていても飽きない、見飽きない。ここにおいて私は、切断速度と切り口の魅力は比例するという法則を世間に発表したい。あのよ、そう言うけどよ、ウイローがよ、ユニユニとゆっくり揺れながら切れていった後のユニユニ跡というものも、あれでなかなか魅力的だでよ、という名古屋方面の方々の反論も考えられないではないが、あれはユニユニの美学というものであって、速度の美学とは全く別のものである。このあたりで読者諸見は、切り口の美学には展開の美学と速度の美学があることにお気づきになったに違いない。金太郎飴が前者であり、水羊羹が後者である。そして日本人はこの両方の美学を愛好するのである。この展開の美学の方は、実はフランス人も愛好するようだ。フランス料理のテリーヌは、展開の美学が採用されている。テリーヌという容器の中に切った時の展開図を考えながら、ムースやすり身の肉の間にエビやオクラや人参などを詰めていく。日本の巻き寿司の太巻きも同様の発想といえる。太巻きはご飯の中心に卵、かんぴょう、しいたけなどを切った時の展開図を考えながら並べていく。太巻きの作り手はこうしていろいろ苦心して作るのだが、食べる方は作り手ほど切り口に執着しない。最初の1個は無論一別するが、2個目からは以下同文ということで見向きもしない人が多い。